踏んだらグッとくる。そうだから体感はできる。わかります。これもともと130馬力なんですけども、うん、それが172馬力。こんなに上がるの？あ、早い早い。これは早いぞ。テリースヤの車の話始まりました。はい、ね、あ、今日もいいお天気ですね。今日は何でしょうか？今日はですね、突然ですけど、はい、お二人は普段車に乗っていて、なんかパワーが足りないなーなんて思ったことないですか？人間の欲ってさ、マイカーだともうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいってありますよね。まあ、確かに確かにね、まあ、ありますよね。そう、あと車にね、慣れてくるとね。そうですね、そういうもんなの。でね、そのこうもうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいを簡単に補うことができる。パワー不足を補うことができる。そうそう、サブコンと呼ばれるものがあるわけ。サブコン最前線と題しまして、サブコン取り付けることでどれぐらいパワーの違いを感じられるか、これを検証していきたいと思います。はい、はいはい、でですね、このサブコンを検証するにあたりまして、ゲストの方にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これどういうことなんですか？これはあの燃料センサーとブーストセンサーの間にこうカップラーオンでかませて、でその信号を一旦コンピューターに入れて、で若干その過小評価するんですね。燃料が出てる量とか圧力とかブーストの圧力、コンピューターが過小評価するんですか？これが過小評価するんですよ。じゃあ実際その ECU が勘違いしてコンマ1ブースター圧が足りなくなってるから、じゃあコンマ1足そうってなって、実ブーストが1コンマ1上がるというような仕組みです、はい。日本のサブコンメーカーってそのすごく減っちゃったんですよね。日本のカーメーカーのエンジンの設計思想で NA でハイブリッドにして燃費良くするっていうエンジンが増えたんで、いじるところがなくなっちゃったんですよ。ケール隙間がないんだ。ヨーロッパのカーメーカーってダウンサイジングターボ、極力エンジンをちっちゃくしてパワーがいるときはターボで補う、フォルクスワーゲンとかそうですよね。そうですね、アウディとか、まあこのプジョー、ステランティスとかもそうですけど、だからこれ 1.5 リットルしかないんですね、ディーゼルで、こんな大きいのにね。そうなんです、はい、ただトルクは300ニュートンあるっていう。で、まあそういうそのまあほとんどターボ車かディーゼル車なんで、こうこういうサブコンが付けれる車がいっぱいあるんですよ。で、日本はほとんどなかったんですよ。だからそういうチューニングメーカーが育たなかったんですね。なるほどね。で、国際車でもできるようになったんですか？はい、日本で代理店やって10年ぐらい経つんですけど、でそこからこうトヨタのハイエースとか、デリカとか、日産のキャラバンとか、そういうディーゼルをどんどん開発していって、で今では結構その市場もボリュームが出てきて、お値段はおいくらですか？お値段は7万円の税込みで77,000円。で今 Bluetooth オプションといってスマホで Bluetooth でつないで、これ7段階でパワーが調節できるんですけど、スマホからできる。スマホからオンとオフもできますし、パワーの調整もできます。だ街乗りはあの5ぐらいがいいなって言って、で高速乗るから7にしよう。車の中でできる。はい、できます。それはもうちょっと高いんですか？それはプラス1万円のオプションなんで8万8000円になります。なるほど、なるほど、はい。これどこでつけるんですか？買ったら。買ったらまあ半分ぐらいの人はご自身でつけます。へえ、はい。結構簡単なんですよ。車種によるんですけども、まあ、要は燃料センサーとブーストセンサーのアクセスさえできれば、素人でも。僕ちょっとよくわかんないんですけど、こういうメカニックのこと、コンピューターが狂ったりしないんですか？コンピューターが狂ったりしないですね、はい。チェックランプもほぼつかないですね。これはもうじゃあついてるってことですか？ついてます、はい。見たいのそれね。はい、どうやってついてるの？どこについてるんですか？あ、乗っけてるだけだ。これがまあボックスですね。でここから燃料センサーがこの奥ですね、はい。でブーストセンサーがあちらのこれだよね、はい、この奥ですね。そうだよね、はい、はい。でこれを2つの信号をここに入れて、で2つとも若干過小評価してもう一回戻してるんですよ。で、具体的にはこの車ですとどのぐらい変わるものなんですか？これもともと130馬力なんですけども、それが172馬力。こんなに上がるの？で、300ニュートン、トルク300ニュートンなんですけども、378。40馬力ってか、もうそれは体感できるよ。あ、そう。10馬力だと分かんないけど。ブースト圧にしたらどのぐらい上げてるんですか？まあ、ほんま1。元を知らないから。わかんないよね。
乗ってみようよ元から。じゃあそうじゃなくて。まあですから車内でオンオフできますので。ああそうかそうか。はい、一周オフで。ああじゃあお願いします。じゃあちょっとオンオフで乗ってみましょう。一回購入したら、はい、どれぐらい？いやずっと大丈夫です。ずっと。うんうん、そうですね。でこのサブコの特徴が乗り換えできるんですね。これは書き換えたら違う車に車種変えていけるんで。乗り換えるときは、まあ、ハーネスが一緒だったら書き換えは1万2000円でできます。でハーネス込みだと2万8000円。いや40馬力ってすごいよ、ね、すごいですね。あすごい改造車買取専門店改造車買取本舗高価査定カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。じゃあ通常のノーマルでいきます。はい、いいですか。いいでしょう。あ、これ行きます。はい、じゃあまずはノーマルで。ノーマルでね。はい、この辺から全開にしてみます。これ全開です。全開全開全開。これで行ってるのか。すごいね、今だけの技術ってね。パワーありますよね。そう、トルクがすごいですね。うん、そう、全然十分だよね。つけますか。はい、はい、お願いします。じゃあ行きます。じゃあ7段階上げてもらえますか、うん、じゃあ7にしますね。はい、はい、7にしました。はい、はい、全開全開全開。あ、トルク出るね。今のだってヘアピンの立ち上がりなんかホイールスピン今まで一回も起きたことないから。はいはい、いろんな用途があるんですけど、うん、一番売れてるのはハイエースなんですよ。ハイエースで。ハイエース。やっぱ荷物積むから。はい、なるほど、ね。荷物を積むからね、もうちょっとトルク欲しいんだよね。が欲しいんで。欲しいんだね。でこれ不思議なことに燃費も良くなるんですよ。はい。ブースト上げてるのに？ブースト上げてるんですけど、年圧もちょっと上げてるんで、その吹かれるミストが細かくなって燃焼効率が上がるんですよ。そうなんですね。はいはい、なるほどね。そういうことか。いいね、うん、さあ土屋さん、どうでした？いや、やっぱりね、アクセル全開にして、うん、ノーマルの時ってね、全開にするでしょ。もわーっと立ち上がる、はい、でレベル7にするとね、踏んだらグッとくる。あ、そう。だから体感はできる。わかりますか、うん、8万円、ね、8万円でこれはいいよね。まあそうです。昔のチューニング考えたらすごいです、ね、ごめんなさい、さっき7万円くらって言いましたよね。はい、でそれ取り付け費は別なんですか。取り付け費は、まあ、あのうちのショップに来ていただいたら無料でさせていただいてます。なるほど、はい、要はトルクがこうグッと出るからまあストレスもないし、先ほど燃費も良くなるってね、おっしゃってましたよね。そうですね、はい、まあ、コモンレールから圧力をかけて燃料を吹くんですけど、その圧力を若干上げるので吹かれるミストが細かくなって燃えやすくなって燃焼効率が上がるっていうのが1点と、はい、まあ、あとトルクが出る分アクセルのこう踏む量が減って、まあ今までね、2000回転で80キロだったのが1800回転で80キロ出るようになるんで、その分効率が良くなるっていう。だからディーゼルだけなんですよ、燃費が上がるのは。ガソリンターボ車は上がらないです、変わらない、はい、面白いですね。でもそこは分かりやすくていいですよ、うん、だってディーゼルだと明らかにこう出るわけだからね。まあ確かにそうですよね。でガソリンエンジンでやったら確実に燃費落ちるからね、ブースター見たら。そういうことですよね、はい、うん、さあ続いて、はい、続いてですね、うん、さっきは、まあ、の普通のというかね、私たちを乗せたスピードで土屋さん走ってくださいましたけど、うん、はい、うん、今度はですね、全開で全開でほう、オンとオフで一周タイムがどれぐらい変わるか。そうです、足りますよ、うんちゃん、行きます。うんちゃん、お願いします。行かせていただきます。じゃあ、ね、タイムどれぐらいか。車種はこちらですよね。はい、X4 で
今度こっちです。こっちなの？今度はこっちで。BMW の X4 でお願いしたいと思います。ではまずはノーマルで。はい。はい。全開です。ここから一周タイムアタックに入りたいと思います。今のがノーマル状態です。はい、サブコンオンです。はい、まあ、オンにします。じゃあいきます。いきます。体感としては、うん、どうですか、コンマ 5,6 上がってんじゃないかな。コンマ 5,6、うん、実際どうでしょうか。お願いします。じゃん、サブコンオフで52秒655、サブコンオンで52秒396でした。うん、これどのぐらいですか。これ例えば距離で言うとどのぐらい。これで距離で言ったらまあコンマ3だから、うん、コンマ3だと 20m ぐらい、 20m ぐらい、うん、だけどその全開にした時のトルクの出方が早いのと伸びがいいっていう感じ、うん、なるほど。違うですか、うん、体感できる。ああ、それはいいですね。なんかコンマ 5,6 早いかなっていう感じ、うん、体感はね、うん、そのアクセル踏んだ時の突きが、うん、ノーマルだともわーっと上がってくるんだけど、うん、グッと来てそこから伸びるから。なるほど。どこで買えるんですか。どこで買える全国オートバックスイエローハット。オートバックス、はい、なるほど。いいじゃないですか。す通販でも買えます。あ、通販。これで8万円は安いと思う。体感できるんだもん。まあそうですよね、うん、まあね、ずっと使っていられるからね。また新しい車買えたりもね、付け替えられる、付け替えられる、うん、はい、
最近 GR ガレージさんで、はい、スープラとかヤリスとか、はい、GR カローラなんかも売れてます、はい、なるほど、はい、なるほど、あとすごいよね、あと大型車ね、あそうですね、あの積載車とか、あの結構上りのトルクがないっていうので、うん、あなるほど、ちょっとあの逆に危ない、そのスピードが出なさすぎて、はいはいはい、っていうのがつけたらすごい楽に追い越しできる、うん、こういう企画面白いよ ね、 ね、なかなか体感できないですけど ね、 ねスポーツの車から働く車まで、ねうんはい、お役立ち商品をご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うんまあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、あのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあそうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホッポ車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホッポで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。